今回は最強の13万都市 VS14 万都市の動画をお送りしていきます。今回も最強の13万都市の山口県周南市と次点の神奈川県海老名市が14万都市に挑みます。今回の14万都市は埼玉県戸田市、沖縄県沖縄市、大阪府守口市、埼玉県三郷市。今回も最新データで論議を一生この10連戦で実証していきます。1試合目、大接戦を制したのはオルシュギオ販売額の戸田市、周南市と海老名市は2点及ばず2位でした。2試合目、商業従業員数の海老名市の僅差勝ち、課税対象所得の戸田市が2点差の2位。3試合目、人口増加率と小売業販売額の海老名市が大接戦を制しています。1点差の2位は戸田市。4試合目、またもギリギリ接戦です。大勢力指数の戸田市の勝利、1点差で海老名市が2位。5試合目、警報班の少なさ、昼間人口比、製造業現金給与総額の周南市の解消、2位は沖縄市。6試合目、商業従業員数と宿泊飲食業売上の海老名市の勝利、4点差の2位は戸田市。7試合目、金融保険業売上、小売点数、サービス業売上、経常収支率の周南市の解消、2位は沖縄市。8試合目、実質交際比率と商業販売額の海老名市の僅差勝ち、3点差の2位は戸田市。9試合目、建築工事費、建築床面積、ゴミのリサイクル率の海老名市の解消、2位は周南市。最終戦、地方税、財政力指数、課税対象所得の戸田市の勝利、2位は周南市。全10試合の最終結果が出ました。海老名市勝ち点71、戸田市勝ち点68、周南市勝ち点52、守口市勝ち点24、沖縄市勝ち点21、三郷市勝ち点11。13万都市次点だった海老名市が5回1位で優勝、14万都市の戸田市が2位となり、最強13万都市の周南市はポイント僅差ながら3位止まりでした。4位以下は守口市、沖縄市、三郷市でした。最強13万都市の周南市が3位以下となりましたので、本企画はここまでにしようと思います。この動画はここまでとなります。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。